軍旗ローマ共和国は1849年に一時的にイタリアのローマを中心に存在した政府である。強行領と同じ領土を持つ国家であり、三党政治を行うなど古代ローマ共和国を真似ており、信仰の自由が保障された国家であった。また、史上初めて死刑を禁止した憲法を発行した国家でもある。 ローマでは1848年のフランス2月革命の影響で11月にローマ教皇ピウス9世がローマを脱出し11月15日に教皇国家の首相ペッレグリーのロッシが暗殺され無政府状態になっていた1849年2月9日に革命によりローマ共和国が樹立された教皇はガエタに避難したジュゼッペ・マッツィーニアウレリオ・サッフィ カルロ・アルメ・リーニの3人が3等執政官となった。しかし、同じ1849年のジュゼッペ・ガリバルディなどのローマ防衛軍はローマ大学の戦いにおいて、ジャニコロ級で一時フランス軍を撃退するが、抵抗も虚しく7月3日にルイ・ナポレオン・ボナパルと率いるフランス軍に降伏した。教皇も1850年にローマに戻った。 イタリア統一運動により1861年にイタリア王国が成立した。さらに強行領を守護していたフランス軍が不仏戦争によって撤退するとイタリア王国軍によってローマが占領され、1870年に強行領は消滅した。ありがとうございます。